今週のオタク満足度の発表をしていきたいと思います。まずは個人動員から3位、アーマーガールズワンマンライブ85分ステージを初めて挑戦してみたり、ショーチェンジだったりパーケンの曲復活したりと盛りだくさんだったんですけれども、その中でいっぱい応援してくれる方がいて、あの劇場も守れたのですごく楽しい1週間でした。応援いつもありがとうございます。来週も頑張ります。スーパー4周年でたくさんの方が駆けつけてくれました。そうなんです、ありがとうございます。ということで、あのいつも毎週トップ3を狙っているので、おかげさまで今週も入れました。とっても嬉しいです。来週も全体が盛り上がるように盛り上げていきたいと思います。感謝です。今年の生誕祭は野球をテーマに掲げていたんですけど、うん、メンバーもたくさん協力してくれて、先輩方も出てきてくれたりとか、野球してくれたりとか、すごく楽しい生誕祭でした。ファンの方の愛をすごく感じて、これからも頑張ろうって思いました。これからもよろしくお願いします。来てくれた人ありがとうございました。ユニットの動員発表をしていきたいと思います。来週劇場来週も劇場でお待ちしております。みんなでいっぱい温かく盛り上げていただければと思います。それでは来週もパームスを熱々に盛り上げていきましょう。これだドーン。あー20年もやってるのに全然小さいままですよ。早くビッグになりたいな、お金持ちになりたい。さあということでですね、
今週もこんな感じでやってますからね、皆さん遊びに来てね、待ってます。元気元気、バイバイ。東京、東京で成功するにはどうしたらいいんだろうな、教えて。